平年より気温の高い日が続く今年の夏、食卓にも影響が出始めています。札幌市内のスーパーマーケットです。北海道産のニラや小松菜が並びますが、ほうれん草やチンゲン菜はありません。野菜売り場に異変が。ほうれん草だけでなく、夏野菜の代表ナスも今日の売り場にはありません。ほぼほぼ入荷がねないんですよ。並べてね、皆さんに買ってもらえるような値段に持っていくには厳しいかな。先月の高い気温で商品として出荷できる量が少なくなったため、全国的に値上がりが見込まれています。札幌市が毎月行っている小売価格調査では、先月に比べて今月はほうれん草がおよそ2割、きゅうりも1割ほど値上がりしました。野菜だけじゃない、何でも高い。生活できません。キャベツとかも結構前はちょっと高かったんで、最近になってちょっと値段も落ち着いてきて、買えるものもちょっと出てきたのかなっていうのは。そんな今お買い得なのはかぼちゃです。そうね、焼肉かね、だってね、天ぷらかで安くて美味しい、いいと思います。気象庁の1ヶ月予報では、全国的に残暑が長引く見通しで、農作物への影響がどこまで続くか心配されます。やはり暑さというのが農作物の生育に影響しているということなんですけども、田村さんは普段あのお買い物係ですもんね。はい、そうですね、葉物がね、今例えば、ほうれん草だとか、あときゅうりとかっていうふうにも言ってましたけど、葉物ねあんまりうち買わないんですよ。安かったら買うって感じなので、高いとねあんま目に入ってないから、値段上がったなって感じはしてなかったんですけど、でも物が少なくなってるなっていう、実感はねあって、野菜だけじゃなくてお米とかもなんか全然なかった。そうね、去年の夏の影響とかもありますね。そう、大変だなっていうふうには思ってましたね。だからその時安いものってことを意識して買うのが賢いのかな、かなと思いますね。須田さんいかがでしょうか。そうですね、以前だったら札幌でというか北海道で猛暑で野菜がみたいな話ってあんまりなかったと思うんですけど、そういう意味ではどんどんこう気候がやっぱり変わってるんだなと思いますけど、まあ、そのために北海道内でまた美味しいものも作れるようにもなってくるのかなと思うので、まあ、ちょっとこう高くなっちゃって残念な分もあり、でも美味しいものもまた別なものができるかなという期待もありという感じですかね。簡単じゃないんですけど、でも今全国的にもそういう高温多湿に耐えられる品種とかっていうのは研究してるみたいで、まあ、実際そういうの今出てるみたいなんですけれども、だから時代とともにというか環境の変化とともに、いろんなところで工夫しないと将来ね、食べるものがどんどんこう選択肢がね狭まってしまう可能性があるのでね。で、今日取材したお店の方はですね、今回の台風7号による物流や、農家への影響を心配していたんですけれどもね、価格にこれ以上影響が広がらないことをですね願いたいと思います。